ルログ。今回は GPS スピードメーター距離計という Android 向けのスピードメーターアプリをレビューします。制作者はスマートモバイルツールズで、2020年10月31日現在のレビューは星 4.5、 ダウンロード数は500万以上となっています。早速走ってみましょう。ここでクルーズコントロールを使って速度を50キロに固定します。約3キロほどのズレが生じていますが、これはタイヤの減り方などによる誤差と考えられます。この音はアプリに備わっている警告音を鳴らす機能です。今回は制限速度を60キロに設定しているため、速度を超過した時にこのような警告音が鳴るようになっています。では先ほどの警告音を含めアプリの基本的なセッティングを確認しておきましょう。警告タブの中にある制限速度をタップ、オレンジのスライダーを調整することで警告音が鳴る制限速度を変えることができます。今回は60キロに変更してみましょう。
気を取り直して今回は60キロに変更してみましょう。ご覧の通り、希望の速度に変えるにはかなりの集中力が必要です。そこで簡単に変更するためにスマホを横にしてみましょう。スライダーが横に長くなるため、これでかなりやりやすくなるはずです。その他にも制限速度を超えた時にデバイスが振動する設定、警告音を変更する設定、音量を変更する設定、画面のテーマを変更する設定、スピードの単位をキロかマイルか選ぶ設定があります。以上の設定を踏まえ改めて走ってみましょう。
今回のレビューは以上です。ご視聴いただきありがとうございました。ベルログ